今から3択やろうと思うんですけど、ちょっと待って。あ、テキストを見つけた。探してたの。テキストを読みながら。ちょっともうさ、いろいろ疲れちゃってさ、昨日さ、なんかさ、そう、エクリチュールをオートマチックやってて、だから、自動書記やっててすごい疲れちゃって、前もさ、やったんだけど、2回目やってすごい疲れちゃって、なんかさ、エネルギー吸い取られるみたいな感じだからさ、人の気持ちをさ、自分の中に入れるとかさ。で、疲れてました。しかもさ、なんかさ、いろいろ、こう調べてると、その後調べたんですよ。アラン・ドロンさんのことを昨日やったんだけど、周りの、周辺の人たちもめちゃくちゃすごいよね。だから、アラン・ドロンってさ、ロミー・シュナイダーとかともさ、いろいろ関係があったり、あと、ミレール・ダルクとかさ、映画の有名人と。そして最後、なんか、だから子供が2人いるじゃない？だから、ナタリー・ドローンとの子供以外に、その後結婚した相手、だからミレール・ダルクとかはさ、まあ、事実婚だからさ、結婚してないわけ。で、シュナイダーの場合は、ただ恋人だからね、結婚してないわけで。あとは、誰だ？最後に結婚した相手が、だからアヌーシカさんとかいるじゃない、娘で。とか、あと、アラン・ファビアンさん、息子、この2人の兄弟。その母親と、ナタリー・ドロンとの、こう、戦いみたいなバトルがあるわけじゃん。そこで、結局、最後にアラン・ドロンがすごい年老いて、全然、昔の姿じゃなくて、もうさ、醜い感じになっちゃった時に、なんか日本人のヒロミさんっていう人と、なんか新しいんですけど、ヒロミ・ローランドとかいう人、その問題が今取り上げられていて、だからヒロミさんっていう人も、なんだろう、遺産を欲しがってるみたいな。でさ、アリさんっていう、だから長男、事実的に長男であるアリ・ブローニュさんっていう人にも子供が2人いるわけ。ね、おい、亡くなった後、揉め事がこれから続くんじゃないかなと私は思っています。なんで最後のさ、彼のそばにいた人が日本人だったっていうのがすごいよね、これ。どうなんだろう、分からないの。今分かったことで、私知らなかった、それ。日本人の人がそばにいて、で、アランドロンとなんか殴り合いとかしてたり、お互いに強いとは思うんだけど。あ、全然関係ないけど、じゃあ、これから私、3択やります。今日のオブジェは、この、イタリアのラベンナっていう、こういう、なんだろう、モザイクのことで有名な、モザイク職人の多いところね。その、お土産、ラベンナっていう、北イタリアの、これはピアスですね。これ。私のさ、曲書いてくれてるステファノ君もラベンナの近くに住んでる。これですね。3つ目。全部モザイク。私に曲を書いてくださって、楽を送ってくださってるステファノ君っていう。ステファノ・モンジュッティさんっていう、まあ、イタリアではね、有名なんだけど、私は知らなかったのね、偶然知り合って。はい、では行きます。まず、第一のオブジェが、ブローチです。ブローチ。まあ、行きましょうかね。このカードがダリカードなんですけど、ダイアルカナで行きます。今週の、まあ、一般的な占いしましょうかね。3枚引いていきます。一般的な。トンペロンス、節制。次が、太陽の逆位置。次が、運命の輪の逆位置が出ました。読んでいこうと思います。節制は、
まあ、恋愛運はとてもロマンチストっていうカードですね。これで気楽な交際をしますみたいな。で仕事運はまあ社内の人たちにとても頼られているっていうカードなのね。これそう、あとはとても記憶力がいいです。今もし学生さんだったら勉強の能力がとてもアップしますみたいなことが言われています。でヘルス健康運では温泉とか行くといいと言われてますね、今この時期。そしてビューティーのところはあの質素な服装がとても良いですと言われてます。で旅行のところは海や湖などの旅が良しとされています。あとはご家族と会ってください。ご家族と過ごすことがとても良いみたい。ね、だから家に帰って両親に会うとかね、帰郷するっていう意味があります。で何か問題があった時にはお母さんに相談してくださいって感じ。次が2枚目が太陽の逆位置出ちゃってるね。太陽はいいんだけど逆だとどうなんだろう。まあもしご結婚なさりたいと思ってる方がいるとしたら反対者がいます。結婚は考えないみたいなカードね。これ婚約が解消するとか、あとはなんかお相手様を妊娠させてしまってトラブルってことが言われてます。もしくは流産のカード。これはそう長続きしない関係とか、だから今この展開最初は良かったんですけど、あのテンペロンスだから節制のカードはいいんだけど今太陽の逆位置出ちゃってるから。あとはねそうハードスケジュールっていうことが言われているのでちょっと疲労がたまるかもしれませんのでちょっと休んでください。でそうそう病気になっちゃうかもしれないからちょっと休みくださいみたいなことが言われてます。あとは喧嘩するとかさそういうこともあるからあの周りの方たちとそんなに喧嘩しないように気をつけてくださいってことが言われてます。喧嘩のカード。これあとは3枚目が運命の輪の逆位置が出ました。運命の輪自体はとても良いのですが逆位置だともしかしたらさっきも言ってたけどなんか恋人関係で問題があるって言われてたんですけども行きずりの恋をするかもしれません。でまあ婚約とかしてる方はさっきも言ったけどあの婚約解消とか言われてたけど同じねこれそう結婚したいと思ってもちょっと延期になっちゃうとかねそういうことが言われてます。でまあ出費が多いのでちょっと気をつけてください。あまり使わないようにお金をそう、あとうつ病になる可能性があるのでちょっと気をつけてそうですね健康状態が悪化するカードなのでうつ病にならないような何か対策を立ててそうそれをしてくださいみたいな。いくらでもありますよね。うつ病にならないための対策っていくらでもあるのでだからチャンスを逃さないように例えば人間関係では協調性を持てばうまくいきます。だから喧嘩とかしないようにさっきも喧嘩のカードで出てたけどもあの周りの人と仲良くするように心がけてくださいみたいな感じ。そう旅先ではもしご家族と旅をしているとか恋人と旅をしている方は同行者とあの喧嘩するっていうことが言われているのでそれを気をつける。だからそれにならないように自前に注意してくださいみたいなそういうことが言われています。ちょっとこれ別にいいカードじゃないのが出てるわよね。2回目2番目のオブジェがピアスね。これじゃあ今のカードを戻してシャッフルしようと思います。
ラクリスマス。1枚目がエンペラーのカードが出ました。2枚目がジャジメントの逆位置が出ました。3枚目が死神の逆位置が出ました。じゃあ見ていこうと思います。今週のまあ一般的な運勢っていうか、ちょっと寒くなってきた。ちょっと暖房つけたい。そのぐらい寒い。なんか急に寒くなったんですよ。まあ秋ですね、これから。皇帝のカードはまあもし愛情運で言ったら、とても豪華なデートで愛が含まれますとか、そう、積極的にアタックしてくださいとかさ、スピーディーに深まる愛っていう意味のあるカードです。仕事では会社を大きくしていきます。リーダーになります。昇格が早いですっていう感じ。そう、健康ではアウトドアスポーツで体を鍛えてください。そうすればとても健康になるから、今それをやる時なので、そう、健康のためにちょっとアウトドアをやってくださいみたいなことは言われています。あとはそう、スポーツのカードね、これ。あとはちょっと冒険をしても OK ですみたいな、冒険をしてください。そんな感じの、なんかとてもポジティブなカードですね。次がこのジャジメントの逆位置が出ています。次の展開を見ていこうと思います。審判のカードの逆位置は、なんか過去の相手が出てきたり、そう、なんか昔付き合ってた方が出てきたりして、ちょっと未練があったりする、そういう心を閉ざしてしまうようなことが言われているカードなので、ちょっとショックなことがあるかもしれないっていう、こういう展開なんですけど、そう、ちょっと遊びすぎには注意してください。夜遊びはそう NG っていうか、うん、それはやめて、早寝早起きをして、そう、健康に気をつけてくださいとか、そういう感じかな。あとはちょっとストーカーに会うっていうカードでもあるので、ちょっと気をつけてください。だからあまり夜の外出を控えるとかね。そして決断ができないっていうカードだから、よく考えて何かを決めるときには、自分ではっきりとこう決めて潔く決定するようにしてくださいみたいなカードね、これ。そうすればうまくいくでしょう。あとはこれ死神のカードの逆位置、なんだ、ちょっと寒い、足元がすごい寒い、なんか急に寒くなったんですよ。死神のカードの逆位置は、もしうまくいってない恋愛とかあったとしたら、蘇る愛なので、もし結婚したいと思ってた方で悩んでた方は、結婚する決意をします。あとは復縁っていうカードね、これ。そう、あと今までと全く違う付き合い方をします。例えば大人としてさ、結婚しなくてもまあ事実婚とかね。で、まあ別居中とか不倫とかしていた人は元の家庭に戻っていきますっていうポジティブなカードです、これ。そう、仕事では新しい仕事を見つけるとか、再挑戦をして成功するってことが言われてます。学生さんでは勉強法を考え出して、アイデアを出して、今まで成績が悪かった方もどんどん好転していくでしょうと言われています。あとヘルス、健康ではやっぱりスポーツをしてください。スポーツをするともし健康が良くなかった方も回復し始めることができます。それからちょっと冒険をするっていうのもいいですね。旅行をしてちょっと未知の場所へ訪れ
って赴いて冒険をするとか、それが大吉だと言われています。はい、このカードは物事が全て好転するっていういいカードなのね。死神の正位置じゃなくて逆位置はとてもいいんですよ。これ新しく何かが生まれ変わるというそういう暗示のカードです。だから勇気を持って進んでください。じゃあこれ2つ目のカード、2つ目の占いが終わって最後3つ目はモザイク。これはロケットの、だから中写真が入るようになってるロケットのペンダントなんだけど、行きましょう。じゃあカードを切っていこうと思います。すごくなんか寒いし眠いみたいな今日この頃、夏も終わり、皆様充実した満喫できましたか、あの夏休み。じゃあ行きましょうね。ジューシスの逆位置が出ました。次がタワーのカードが出ました。3つ目が悪魔のカード。ちょっとこれ見てみよう、何が起こってるか見てみよう。3番目の方、なんかジャスティスの逆位置が出てますよ、あの正義のカードの逆位置が出てますよ。なんか三角関係になってるかもしれないですね。これもし付き合ってる場合、もし恋人がいたり結婚なさってる方ね、三角関係になってるかもしれないと言われています。あとは片思いっていう意味のあるカードです。仕事ではちょっと規則破りとかさ、チームワークを乱すとかさ、失敗を他人のせいにするっていうちょっとネガティブなことがあるのね。あと仕事場で赤字になる、会社が赤字になるっていうことが言われています。それから学生さんだと怠けてしまうので、ちょっと勉強に身が入らない時期なのね。だから頑張ってください。あとヘルスではちょっと無理なダイエットをしてしまうということが暗示されているので、自然に痩せるような、もしダイエットをしたい方は間違ったダイエット法じゃなくて、自然に少しずつ痩せていくような健康的なダイエットの方法を探してください。あとはあとは何だろう、見栄を張るっていうことが言われているので、ちょっと見栄を張らないように、何しても、だから見栄を張るためにお金を使っちゃうとかさ、人に見せるとか、こうやって私はお金持ってるからおごっちゃうとかさ、そういう贅沢をしても全然楽しめないっていうことが言われてるカードなんですね。これそう、優柔不断とかさ、だから無理にお金を使わなくてもいいから身を張らないで質素にするとかさ、そっちの方がずっと健康、精神的な健康に良いと思う。次は悪魔の聖地ですね。これちょっともうやだ、なんかさっき三角関係とか言ってたけど、火遊びをする恐れがあります。性的な誘惑を受けます。で盲目になって打算で付き合うとかね、愛はなくても他の理由でお互いに離れられないとか言われています。だからちょっと気をつけてください。三角関係になるってさっき言ったけどね、そうすることでお相手様を悪に追い込むっていうか誘い込んでしまうので、ちょっと気をつけるような、そういうことが言われているカードですね。これ仕事場では悪条件とか嫌な仕事を押し付けられる可能性があります。で、そう、仕事場で会社が赤字になるというカードなんで、これあとは仕事で束縛され疲れるみたいな、で精神状態が悪くなっていくことが言われているので、何をするかって、だから精神状態が悪くならないようにしたらどうしたらいいかっていうのを考えてください。まあ検索すれば出てくるじゃない、うつにならないためにはどんな運動をしていたらいいとか、どんな食品を選んだらいいとかね、精神的なこととか身体的なことでそういう状態にならないためには、だから検索すれば今出てくる時代ですからね。あとはまあ、
図書館に行って本で調べるとか、それもありだと思います。あとは旅先でちょっとさ、ストーカーに会うかもしれません。女性だったら悪い男性につきまとわれるかもしれないと暗示されています。だから気をつけてください。まあ夏休みも終わるけど、まだ続いてるじゃない、夏休み。まだまだだから、レジャーでどっか旅に出た時、そういう嫌がらせを受けることがあり得るってことが言われているので、ちょっと気をつけて、あの変な人に襲われないように注意してください。それで、まあそうやって旅先でさ、いろいろあるじゃない、ちょっと羽を伸ばしちゃうとかさ、それはあの悪友、一緒に旅行に行った悪友の誘いもあったりするってことが言われています。だからお友達をちゃんと選んでね、家族と旅行するのはまあ大丈夫なんだけど、もし友達同士の旅っていうのはちょっと危険ですよね。何が起こるかわからないで、わからないので、だからちょっと悪友の誘いに乗らないように気をつけてください。そうそう、ちょっとケチっていうカードだから、あなたはケチだと思われてるのかな。だからケチで人に嫌われてしまうっていうカードだから、ちょっとさ、あのそう、お友達とか部下とかにそう思われてる可能性があります。だからちょっとおごってあげるとかさ、ランチをおごってあげるとか、コーヒーをおごってあげるとか、なんか小さいことでもいいから、100円ぐらいのものでもいいからさ、そう、なんかもっと気前を良くすると、そう、運が上がってきますって感じ。100円でもいいから、マクドナルドのコーヒーでもいいから。あとは占いにちょっと興味を持って、なんか占い師に振り回されてしまうっていうカードなのね、これ悪魔の聖地って。だから気をつけてください。もし占いとか人に頼むときは気をつけてください。まあ私はやらないけどね、自分で占ってる、私は自分であえて占ってるから、誰にも占ってもらってないんだけどさ、だから誰か第三者こう現れたときに、あの危ない人いるじゃない、占い師でも。だからそういうのにはちょっと悪い行為をする人たち、そう、手段を選ばず野心のみでお金儲けしてる人もいるので、ちょっと気をつけてくださいと言われています。それを気をつければ今週は全然大丈夫です、あの本当に。はい、それでは終わりにしようと思います。もう切れるわね、この私の携帯電話ってすごい切れるのが早いんですよ。ですからこんな感じでちょっとさ、モザイクのさ、タイルでできたペンダントとブローチとピアスですね。あれ、こっち一つなくなって、あれ一個しかない、あったピアスですね。これプレゼントされたんだけど、これはね、私のオペラの勉強をちょっとしてた時に声楽の先生からプレゼントされたもので、これはね、絵描きさん、そう、絵描きさんからいただいたもので、これなんだっけ、これは私のおばさんからプレゼントされたもの、ロケットね。ロケットっていうのはこう開くと中に写真が入るようになってるものを言うんですけど、こうやって開くことができるんですね。まあ、好きな方の写真を入れるとかさ、自分好きな人の写真を入れるとか、そういう感じ。はい、それではここで終わりにしようと思います。ありがとうございます。また後で何かアップするかもしれません。チャオチャオ。